はい、じゃあちょっと見てください。薬はまだできない？はい。じゃあ、お薬はまだ今作ってるから、薬ができたらまだちょっとごませ方をお見せしますね。まずはちょっと1分交代調整。よいしょ、初めては60の色、これはね、目を保護するための放酸とヒアルロン酸、そういったのが入ってます。目はちゃんと開いてます？前に開いてます、開いてます、はい、目がちゃんと開かないようだったら言ってくださいね。その子は目薬にした方がいい、うん、でこれはちょっとレオパフードじゃないんだけど、流動色なんですけど、はい、ちょっとこれを一回入れる範囲で入れてみますね。はい、緑。あの、元が緑色なので、はい、抹茶みたいな感じになっちゃう。これってあったっけ？はい。あの、ピンク、右端のピンク、それの奥。はい。これはペリキラエキゾっていう、ちょっと食欲のない子にある流動食なんですけど、まあちょっと食物繊維が多めに入ってます。で、なおかつこの辺の野菜が入れてあるから、あの、この辺の野菜っていうのは BCAA というアミノ酸が多いです。バリンドイシンですし、でこのアミノ酸っていうのは肝臓じゃなくて筋肉が大事です。筋肉っていうことは、筋肉って3種類なんですね、心臓と胃腸の平滑筋と、あと口の筋肉、そうすると肝臓への負担が少なくて、タンパク質を作ってくれるかなと。それとあとは、まあ、食物繊維、水溶性、海洋性の食物繊維が多いことと、まあ、抗酸化成分もよく入っているよという感じですね。これをちょっとだけ今やってみます。こちらにしてきても私の右手にしてください。やれなかったら無理はしませんので、やれたらの話ね。先端だけ入ればいいから、よし、 OK、 切りますね。抜いてもいいよ。でこれをザーッと今こうそーっと入れて 0.4 ぐらいで、初めてだからちょっと少なめね、ドカッと入れて入るのも困るから、大丈夫、また引き継いで、もう一回、もう1分こうだけ、大丈夫、また引き継いで、でもう一回口をよくするし、はい、ありがとうございます。あ、どうぞ、こちら、はい、じゃあもう1分ね、血流を良くする、あ、まだ血流を良くする指導してから酸素に入ります。そんでお薬作ってますから、はい、お薬ができたら薬の飲ませ方をお見せしますので、はい、ここまで質問ありますよ、うん、はい、動かなくなっちゃったんですけど、指とか指が動かなくなっちゃった、これは治るんですかね。どうだろう、それは経過見となんとも言えないですね。ただね、あの B の薬、消炎鎮痛剤でスルーで使うでしょ、もともと関節炎とかにも使うからさ、そういうのに反応してくれれば動くれってなると。でもそのためには薬だけじゃなくて栄養とらんと。以上、できました。できた、はい、薬できましたね。でこれが A の薬ね、はい、でこちらが B の薬で、これ、あ、これ書いてあるか、すみません、今日から1週間ですね、こちらもね、はい、家帰ったらすぐ冷蔵庫ほど、
でちょっと保冷剤出してますからそれで持って帰ってください。あったかいところにずっと置いておくと効かなくなっちゃいますっていうのを傷んじゃいますね。ごめんなさいね、もう一回薬来てもらっていいですか。はい、すいません。で、B の薬は今日の夜からやってください。だけど今1回やりますね。今日は2滴やることになりますけどね。で、今日やったら次は明日やんって明後日ですからね。はい、ごめんね。まあお薬はまあ流動食にはやるみたいな感じで1滴ここに塗る。おいしい。おいしかった。どっちもね、ブドウ糖がちょっと入ってますんでね、なんかおいしいんだろう。自分から口開けたね。こんな感じ。で、飲み終わったらどうしても口周りベタベタするからね。軽く拭くと美味しいですね。はい、お薬が上手に飲んでくれましたね。はい、じゃあそれで、さっきは酸素だけやったけど吸入もします。はい、1分だけ吸入ってこう気道に薬を入れて、はい、ちょっと見とってもらうとやってくれると思うので、吸入して酸素ね。はい。